はい、皆様お疲れ様でございます。今日はですね、ファーミングシミュレーター25、こちらの最新ニュース情報まとめをお送りしたいと思います。で、本日の内容は何かと言いますと、9月の10日ですね、この時の23時に動画が1本公開されました。で、この動画がですね、30秒程度の動画ですので、まずはご覧いただきたいと思います。という動画でした。いかがだったでしょうか。で、こちらですね、本来はドイツ語でボイスが入っております。そのドイツ語を翻訳していきたいと思います。ファーミングシミュレーター25のクールな新機能を紹介します。一度種をまけば、二度刈り取れます。時間通りにやれば。4月に作物の種をまき、6月と9月に収穫します。有名な繊維の言葉を思い出してください。最後まで強く生きてね。ほうれん草を食べ終わった時、せめて枯れる前に収穫して売りましょう。ほうれん草は一時保存できません。急いで。という内容になっております。ですので、ほうれん草はサイロには入らないということがこの動画からわかるかと思います。ただですね、今もモッターの方々がすでにモッドを作り始めています。先日もファーミングシミュレーター25用に作ったモッドマップ、こちらが公開されましたが、ものすごく綺麗な映像でびっくりしました。で、今回ですね、このほうれん草が入るサイロモッドというのもすでに作成が始まっているようです。ですので、ほうれん草は直接売却か、もしくは加工工場、生産チェーンですね、こちらの方に持って行って加工をするということが予想されます。で、今回はちょっと情報が少ないので、先日公開しました雑談配信、こちらの中でトルネードではなくツイスターだという件や、ファーミングシミュレーターの歴史初めての裏設定、これらのことを語っておりますので、こちらの動画も見ていただければと思います。それではご覧ください。はい、っていうのでちょっと進めます。で、今見えました、ピカッと光りました。やっぱり雷があるんですよ、雷雨で。まさしさん、雷怖い。そう、雷雨が来ると思いきや竜巻だったという。これね、私ね、金ちゃんさん、雷めっちゃ笑っちゃってさ、竜巻かよって。私ましては昨日の動画でさ、霜が降りて作物にダメージがね、与えられることがあるっていう動画を出してる時に、だから竜巻くんのと思って。竜巻来るのかよ。そう、竜巻なのって。霜でいいじゃんと思って。で、このサイロのひまわり、これも他の動画で私深掘りしましたよね。これ見たことあるわーつって。画像あるかな。これね、のこれですよね、これこれ。というので、同じ場所だね、ずっと映ってるのは。このひまわりの。台風も来るのかな。ね、ちょっとそこわかんないけどね。このサイロっぽいやつにひまわりの絵が描かれてるっていうやつ、これですよね。というので、もう本当にね、いろんなもんがだんだん繋がってきました。はい、そしたらですね、また、ね、画像進めていきたいと思います。こうか。はい。竜巻ですよ。で、ちょっと待ってね。この角度、映画のツイスターってわかります？なんか最近また、昔あったけど、また今別なツイスター解禁されたんでしょ？で、そこを意識してるっぽいの。この、建物の階段下からこう見る。っていうので、これツイスターを意識してるよねって今、海外勢みんな言ってます。
私見てないからちょっとわかんないんだけど、昔の映画を見たけどさ。やばい。ね、やべえ、こっち来んぞって話だもんね。で？でかすぎるでしょ。竜巻でかすぎんのさ。で、この真ん中に立ってるこの電波塔みたいなやつ。これね、この真ん中に見える塔、私電波塔か何かなと思ったら、海外インフルエンサーの方、これね、穀物エレベーターって言ってました。え、見た目こんな穀物エレベーターあんのかなとは思ってたんですけど、後々別角度から見たらなんとなくわかる。あ、で、これ、これ、これ、実はファーミングシミュレーターの歴史で初めて出ること。ちょっと今ね、翻訳しますね。これ実はね、歴史初。ファーミングシミュレーターの歴史初。これまあ、左の方に船着き場見えますよね。渡し船のところね。左、ちょっと見えるかな？うっすら見えるんですけど。これ、ちょっと翻訳で上から読んでいきますね。ピールフェリー。で、まあまあ、上の文字ね、ちょっと一回飛ばして。で、重量制限とか、通常営業時間、日照時間、ピールフェリー。トレーラーとトラックの絵が描いてある。ペリーミルは強風波、ノームの期間中は稼働しません。最終便午後8時なんだけど、ファーミングシミュレーター史上初めての文言が書かれてます。アーカンソー州、道路交通局が運営。つまり、実在の場所になったってことです。今までファーミングシミュレーターで北米で、どこどこ意識してますってあったけど、架空の場所だったんですよね。なんだけど、アーカンソー州。言えない。今日の口じゃ言えない。っていう、初めてなの。すげー。初めて実在の地名が使われたの。今までゴールドクレストバレーとかそんなんだったでしょ？アーカンソー州。っていうのが初めて出ました。っていうね。はい。っていうのでちょっとまたね、動画進めていきます。はい。で、左の方船着き場ね。あ、これ。これさっきの、穀物エレベーターさんのこれだ。別角度から見たらどう？あー、確かに穀物エレベーターっぽいのか。あー、で、ん？港ある？あ、そっか、さっきの角度からしたら、この穀物エレベーターと間に渡し船があるのか。すごい地形だね、そう見るとね。はー。で、右の方に台風来てるでしょ？で、台風ね。で、逃げてるんですよね。急いで逃げろっていうね。ちょっと今見つけられないんで一回スルーします。で、はい。竜巻が通り過ぎました。になると、はた、作物がやられちゃってると。左側の方に竜巻が直撃したんですね。右の方の作物平気だけど、左側の方の作物が壊滅的であると。というので、ファーミングシミュレーター22では、作物やられると。で、もっと左側見えますかね？木折れてるんですよね。見える？もう切り株しか残ってないんですけど。で、私ね、この、最近、ずっといろいろ考えてて。まあ。金ちゃんさん、竜巻の後なんだけど、地面は変形してないんですよね。っていうのもあるし、まあ周りの建物系には被害及んでないように見えるけど、建物に被害出るの？っていうのはまだわかんないです。さすがにね。竜巻情報出たばっかりなんでね。で、私以前から、防虫剤ないよね、とか、害虫いないよねって言ってるじゃないですか。なんだけど、ファーミングシミュレーターって全年齢にするために、多分ね、殺虫剤とか害虫ってダメっぽいのさ。そこをやるとセロのレーディングも上がっちゃうっぽいの。っていうので、害虫出せません。だけど、作物へのダメージ何にするってなると、自然環境を選んだっぽい。っていうね、ことがわかります。私的にはね、なんだっけ、リアルファームみたいに殺虫剤とか撒けばいいのにと思うけど、それやるとちょっと年齢上がっちゃうっぽい。レーディングのね。
はい。というのでまたね、進めていきます。で、これです。木が折れてるんですよね。折れてるし、まあ枝もね、バキバキに折れちゃってると。なんだけど木がまっすぐ立ってるので、これ不自然じゃないって言われてる。それ不自然じゃないって言ったらもう全部直さなきゃいけねえじゃんって話なんだけど、ユーザーの声としては、ここまでになったら木斜めってるでしょって言われてる。今ならまだ修正、うん、田さん、これってまた復活するんですかね。いや、しないでしょう。さすがに折れちゃってるから、とは思います。だからさ、私さ、林業をね、やる、まあ多分林業やることになると思います。建築ミッションがあるからね。なんだけど、これで木やられたらさ、また木育てないといけないのっていう。っていうので、まあ今言われてるのは竜巻は関してはさすがにオンオフあるよねって。竜巻とか霜もそうだけど、まあ作物へのダメージのオンオフ、さすがにあるよね、ジャイアンツソフトウェアなら。って言われてます。ここね、まだね、希望を言ってるだけみんな。裏は何も取れてないです。さすがにあるよねって言うだけ。はい。で、木がまっすぐね。はい。で、ここで、ニューホランドね、T7230 というのがはっきりね、映ってるかと思います。で、上の方には、牛さんが、子牛もね、います、これね。はい。で、これさっきの場所ですね。牛さん、牛小屋があるということは。はい。で、シーダー。あ、これは？これさ、さっき見せたあの、小屋ここじゃねって言った場所ともちょっと違いますよね。小屋見えないよね。霞んでて見えないだけかな。あ、子牛がいる。そうなの、子牛。さん、25本と色使いがエグなった。すごいよね。まさきさん、ブルー綺麗な色。ね、いいね。ちょっとかっこいいね。ブルーパワーエディションっていうやつです。ちょっといい、かっこいいね。はい。で、またシーダーで巻き始めて、ここ！これがさっきの、ちょっと画像ね。これがさっきの、これ、さっきのね、画像ね。左側の、納屋。納屋じゃないね。格納庫。が、今アップになってるのが、これだろう。というふうに予想されます。で、出てきてる、このテレハンドラーね。もうちょっと、行ったら、情報がね、出てきます。はい。これです。これ、新規参戦メーカー。まあ、今日の動画でね、言っております。ですね、ゼンネボーゲンというドイツのメーカーです。ゼンネボーゲン。で、先端のアタッチメント見てください。これ、ただのベールフォークじゃないんですよね。これ、なんかね、新しいアタッチメントが来る。っていうふうに言われてます。っていうので、ここをサムネにしてる人、結構海外勢多かったです。これ。私はこれ、ちょっとね、そんな詳しくないから分かんないし、アタッチメントが、いまいちどう使うのかも分かんないから、私はこれにしなかったけど、この画像を使ってる、海外の、この YouTube とかね、Twitch やる人とか、やけにこの画像を使ってる人多かったです。はい。で、牛さんね、牛跳ねてるよと。はい。で、これが、まあ、さっきのね、ジョンディア9、QR。で、トレーラーはグレインカートの J&M。で、トラック、インターナショナル。で、この、なんか、トレーラーさ、2両あるじゃない？これロードキングのプレステージの、スーパービートレーラーってやつなんです。なんだけど、左側になんかある？あ、水田だった。これ水のポンプだね。トレーラーの影に隠れてるけど。ってなると、これジャポニカ米だったってこと？さっきインディカ米っぽいって話だったけど、ポンプ見えない？見えるかな？これ。ポンプっぽくない？俺、今まで気づかなかったけど、今気づいたわ。っていう感じです。で、この後ろのトレーラーは、ロードキングね。これ、今作もありますね、ロードキングね。金ちゃんさん、ポンプだ。ね、ポンプっぽいよね。まさしさん、ぽいですね。ぽいっすよね。ロードキング、こん。牛さん、田んぼだ。これかな？ロードキングね。
25だとこれです、ロードキングなんだけど、次回作で出てくるロードキングはロードキングのプレステージスーパービートレーラーっていうものになるよっていうふうにね、特定がされております。